そんな装備で大丈夫か？大丈夫だ、問題ない。お疲れ様です。ウッドモラファームの木村 P です。はい、なんと私この度ゲーミングノートパソコンをついに買ってしまいました。でもね、買おうと思った時にね、なんだかんだ出費が重なっちゃってなかなか買えなかったんですよ。でもこの度ね、このゲーミングノート PC、購入させていただきました。一応スペックはこんな感じで、はい、どうなんですかね。いや、僕ね、パソコンの知識に関しては本当に一般人レベルなんで、そんなにわからないんですけど、どうですかね、このスペック。詳しい方。これだけありゃいいですかね。はい。はい、というわけでね、もうね、ワクワクが止まらないんで、もう早速ね、開封してセッティングしちゃいたいと思います。はい。いや、かっこいいっすね、もうね。とりあえず今ね、セッティングも終わったんですけど、見てくださいよ。まずこのね、キーボード。ね。光る。うなる。いや、うなりはしないけど。めっちゃ光ってますよ。ね、このね、実は、下もね、光ったりとかしてるんですけど、すごくないですか？ちなみにね、この下、冷却ファンを置いてるんですよ。まあ、そのゲーミングノート PC 結構ね、ゲームしてると熱が上がっちゃって、やっぱりその、機械のね、劣化につながるということなんで、まあ、なるべく冷やしといた方がいいかなと思って、冷却ファンね、3000円ぐらいで買えたんで、いいんじゃないですかね。はい。ちなみにこのね、下の冷却ファンね、これ、自動でね、温度とか出るんですよ。ね。これ21度ぐらいだったら全然ね、大丈夫ですよね。はい。で、ちなみにですね、僕がね、ゲーミングノート PC で何がやりたかったかっていうと、はい。こちらなんですよ。ファイナルファンタジーのピクセルリマスター版がね、やりたかったんですよ。いや、なんだろうな。詳しい、こういう PC に詳しい方に言わせると、スペックの無駄遣いだろって言われちゃうかもしれないんだけど、いやね、これやりたかったの。FF14 とかよりもこれがやりたかったんですよ。ね、これね、Steam では配信されてるんですけど、スイッチとかではね、ないんですよね。うん。あとスマホとか、そういったやつになっちゃうんで、僕そのスマホとかタブレットでゲームやるのがちょっと嫌だったんで、やるならやっぱりこのゲーミング PC で、Steam でダウンロードしてやりたいなっていうちょっと思いがあったので、ダウンロードしました。はい。ちなみにですね、このゲーミング PC、こういったですね、これはね、Xbox シリーズ S のコントローラーなんですけど、これをね、ただUSB ケーブルでぶっ刺すだけで、使えます。はい。何にもね、ボタン設定とかいらなかったですね。普通にできますね。はい。あとですね、格ゲーとかやる場合、まあ僕はこれレイザーのパンテラなんですけど、このパンテラ、ドライバーさえダウンロードすれば、普通に PC でも、それこそボタン設定も特にせずにですね、使うことができました。なので、コントローラー類に関してちょっとね、悩んでるという方、意外と普通にね、今までのゲームで使っていたコントローラー使えたりするので、そういったものをね、確認してゲーミング PC、手を出してみるといいかもしれないですね。はい。はい、で、このピクセルリマスターの FF なんですけども、もちろんね、この映像も綺麗になってるんですけど、音楽がね、すごいアレンジがかっこいいんですよね。はい。いや、もうこれはね、ダウンロードしてよかったなと、思ってます。はい。またこのね、ドット絵がね、素晴らしいですよね。とりあえずね、1から6まで全部ダウンロードしました。いやー、念願のゲーミングノート PC、ほんとね、最高です。まあ、これからね、Steam を使って、いろいろとゲームをダウンロードしてですね、このね、ゲーミング PC の性能を 100% 活かしてですね、ゲームを楽しんでいきたいと思います。というわけで、ウッドモラファームの木村 P でした。それでは、また。